笑顔に。私はこの曲が大好きですね。シャンソンって85歳の人でも60歳の人でもその年の歌い方があるんですね。それがもう声とかパワーとかそんなんじゃなく、本当みんなシャンソンの勉強されてる方とか上手なんですね。そういうの大好きです。そして私はツイッターでおはスコ動画っていうのを上げてるんですが、おはようございます、今日も皆さん元気でっていう動画なんです。それは毎日毎日歌ってるんです。ちょっとだけそこをフォローしていただけたら嬉しいスコタッパスコ。
LINE アット、Twitter にてコンサート情報など配信しております。チャンネル登録、評価、どうぞよろしくお願いいたします。